フェラム共有電体メモリとは、フェラムとも呼ばれる、共有電体のヒステリシスによる政府の残留分局をデジタルデータの位置と例に対応させた、不揮発性メモリのことである。なお、フラムは、同種のラムのラムトロンインターナショナルによる商標で、日本では富士通が同社とのライセンスによりフラムの名称を使用している。 強油電体膜の分極反転時間は1ナノセカンド以下であり、フェラムは D ラム並みの高速動作が期待される。フェラムのセルにはキャパシターが用いられており、この意味においては D ラムと基本的に類似したセルである。しかし、このキャパシターの極板間の材料には共有電体が用いられているという点で、フェラムは D ラムとは大きく異なる。 メモリセル構成としては、フェラムには大きく分けて2種類が提案されている。具体的には、共有電体キャパシタとメモリセル選択用の、モスフェットを組み合わせる 1T1C 型と、これをベースにして2つのキャパシタを逆向きに分局させることで、データの信頼性を高めている 2T2C 型である。なお、1T1C 型は D、D ラムと同じメモリセル構成でもある。 さらに、この他に、ゲート絶縁マークが、強い電体からなる、MFS フェットまたは、マミーズフェットを用いる 1T 型が存在し、これは、特に、フラムと呼ばれて区別されている。フェラムでは、フェットをオンさせただけでは、ビット線には、データは出力されない。なぜならば、セルであるキャパシターに電圧が印加されない状態では、 セルに記憶されているデータが1であるか0であるかは共有電体膜中に保存されているのでそれを読み出すにはソースプレートを駆動してキャパシターに電圧を印加して共有電体膜中の分局を外部に電化量として読み出さなければならないからである。したがってフェラムにおいてはワード線とビット線以外にも ソースプレートの駆動線と特定のセルのそれを駆動するためのデコーダー回路が必要となる。このためフェラムでは、セルの微細化やアクセス速度の高速化は困難であった。これらの欠点を克服すべく、東芝がチェーンフェラムと呼ばれる新しいメモリセル構造のフェラムを2001年に発表している。書き込み時には、ワード線でセルである共有電体キャパシターを選択し、 ビット線とソースプレートの間に電圧を印加して共有電体膜を分局させる。読み出し時にはパルス電圧を加えて分局反転による電流が流れたかどうかでセルに蓄えられたデータをセンスアンプで判定する。この時分局は元の状態によらずに電圧印加方向を向くので破壊読み出しとなる。このため読み出す時には 必ず再書き込みを必要とするので、書き込み回数に読み出し回数も含まれる。キャパシター膜が、常有電体でなく強い有電体であるので、フェットにリーク電流があったり電源が遮断されても、キャパシタの電荷を失わない。つまり、吹き発メモリであると同時にリフレッシュが不要であるため、消費電力が少ない。1T1C 型と同様にワード線によって、 セルの共有電体キャパシター1を選択する。書き込みは同様にソースプレートの昇圧によって行うが、この時にタイとなっている強い有電体キャパシター2の電解効果トランジスタのビット線にも時間差をつけて昇圧する。このままではソースプレートを高圧した時点でタイとなっている側の共有電体キャパシター2には負の電圧が印加されるため、 書き込みを意図している強い油電体キャパシター1とは逆方向に残留分極が発生する。こうして互いに異なる向きの分極が形成されるため0.1または1.0という組み合わせでデータを表す。読み出し時も同様にワード線とソースプレートを昇圧してビット線のどちらの電圧の変化が大きいかを測定することでデータを判定する。なお、 この時に、順方向の分局を持つ、共有電体キャパシタ1でも電圧が変化するのは、分局の微小変異によるものである。また、読み出し時に、共有電体キャパシタ2のワード線より先に、ソースプレートを高圧すると、負の電圧が印加されて、再書き込みが行われ、読み出し時のデータ破壊を防げる。フェラームに用いられる、共有電体膜の材料には、 以下のような性質が要求される。なお、インプリントや分極反転疲労及びリーク電流は共有電体膜内部の結晶流解や結晶欠陥に起因する。蒸気の条件を満たす材料として、下記のような従来の半導体製造プロセスでは使用されていないセラミック材料が存在する。これらの多くの共有電体材料では、 文極が容易な軸の方向に沿った異なる二つの文極状態を利用してデータの書き込みや読み出しを行っている。言い換えれば共有伝体結晶の多くは結晶の対称性によってその文極状態の数は限られている。O3 本材料系では従前文極ドメインの名の構造化によって文極が容易な軸の方向が結晶の対称性に束縛されず、 極軸が自由に回転することがすでに示されている。これは記録密度が従来に対して2桁増大するという可能性を示している。そして2014年にその分極自由回転状態の書き込みと読み込みの実証が報告されている。スビー2タニタ 2O94TI3O12LN イコールラ、ND、パープル、エトセトラ、世界で初めてフェラムを 実用化したのは、レイコムシステムズである。それは256ビット品で、非接触 IC カードでの利用をターゲットとして、開発された。フェラムは、従来広く用いられてきた、イプロムよりも、動作が高速で、消費電力が低く、セルサイズも15回にと小さく、フォトマスクの追加が少なくて済むなど、半、胴体製造プロセスとの相性も良い。このため、 2006年に富士通のフラムがソニーのフェリーチェに採用されるなど少なくとも日本においてはすでに一般生活において身近に普及しているただしパーソナルコンピュータなどに搭載される主記憶装置の代替としては未だに実用化の目とは立っていないサイプレスセミコンダクターハズアクワイアードラムトロンインターナショナルコーポレーション 2014年3月7日閲覧。ABCD データの最小単位である1ビットを保持するために必要な回路。新吹き発性メモリチェーンフェラム。東芝レビュー第56巻第1号。東芝。2001年1月。51から54ページ。なお、チェーンフェラムは、東芝の商標である。時間経過しても、残留分局を維持し続けること。 ABCD 分局反転を繰り返すと、残留分局が減少していく現象。ABC 電常によって、分局率電圧特性が、強じてきにシフトする現象。Deterministic Arbitrary Switching of Polarization EMEA ファラオエレクトリック新フィルム。Nature Communications 5土井10.1038 中千九 5971http コロンスラッシュスラッシュ www.nature.com スラッシュ ncomms スラッシュ2014スラッシュ140918スラッシュ ncomms5971 スラッシュフルスラッシュ ncomms5971 html 共有連帯メモリー超高密度化に道 東北大学、http コロンスラッシュスラッシュ www.tohoku.ac.jp スラッシュジャパニーズスラッシュ newimg スラッシュ preessimg スラッシュ tohokuuniv-preess2014919a new a v e pdf ハート東北大共有電体メモリの記録密度を大幅に 向上させる可能性を示す。マイナビ。http コロンスラッシュスラッシュニュースドット .mymavi.jp スラッシュニューススラッシュ2014スラッシュ09スラッシュ22スラッシュ305スラッシュ。ダイレクトオブザーベーションオブオキシジュナンスタビライゼーションインレイヤードファラオエレクトリックバイ3.25ラ 0.75TI3512 アプライドフィジックレターズ91ドイ、10.1063 1.2768906 h t t p ススララッッシシュュ s c i t a t i o n a i p o r g スラッシュデリバースラッシュ f-u-l-l-t-e-xt スラッシュ aip スラッシュジャーナルスラッシュ apl スラッシュ91スラッシュ6スラッシュ1.2768906ドット pdf アイテムッイコール コンテント、エープ、ジャーナル、アップル、91、6、10.1063,1.2768906&、タイムタイプイコール PDF&、コンテナリーティ窓、イコールコンテント、エープ、ジャーナル、アップル、ダイレクトオブザーベーションオブオキシジュナンスタビライゼーション、インレイヤードファラオエレクトリックバイ3.25ラ0.75、t i 3 O 1 2理科学研究所。 http://www.spring8.or.jp/.pdf/.en/.ressflow 07-056-057-pdf フェラム用新共有伝体白膜の低音性膜に成功。富士通。 h t t p コロンススララッッシシュュパープルドット富士通ドットコムスラッシュ jp スラッシュニューススラッシュ2001スラッシュ03スラッシュ 30-1.html ハットゲート帳の最小寸法 F とした時のセルサイズ。なおイプロムでは40回に以上であるフラム搭載 LSI がフェリカ方式 IC カードに採用富士通。 http://purple.fuji2.com/.jp/.news/.2006/.11/.7/.html ありがとうございます。